はい、クーリングファンの交換に続いてですね、タイミングベルトの交換をしていきたいと思います。このタイミングベルトですね、付属のベルトはですね、ゴム製なんですが、新しいベルトはガラス繊維なんですかね。ノンスリップ加工ということで、繊維物が表面についてますので、こちらを購入してみました。はい、長さを合わせてカットしてですね、3D プリンターに取り付けていきます。X 軸に通しまして、ヘッドの下にある引っ掛けるところですね、そこに取り付けてみましたが、うまく取り付けられなかったですね。というのも、もともとのベルトはですね、先端に金具がついてて、ベルトの形を歪めてそれを引っ掛けると、この真鍮の金具ですねという構造になっていましたので、こちらの金具を取り外して、新しいベルトに取り付けたいと思います。まあ、これ金具ですね、売ってればそれを買ってもよかったんですが、どうも売ってないんですね。まあ、ステンレスのものはあるんですが、ちょっと形も違うということで、こちらの既存のものを流用して取り付けることにしました。この金具取り外すのも非常に苦労しましたので、売っていてほしいんですが、ほんとどこにも売ってないですね。金具をベルトに取り付けができましたので、X 軸にベルトを取り付けていっています。はい、取り付けが終わりました。今は、ベルトを締め上げているところですね。モーターの取り付け位置を引っ張ってベルトを張っています。はい、Y 軸も同様にセットしました。右が新しい印刷ですが、この文字の右手のゴースティングですね、こちらが明らかに数が減っています。ヘッドの振動が、減ったということになります。タイミングベルトは明らかにいいものを選ぶと性能が良くなりますね。はい、今日は以上です。